デイビー・リチャーズはアメリカ合衆国の男性プロレスラー。トニー・コジーナのコーチを受け、2004年6月にプロレスデビュー。主に西海岸の独立系団体を渡り歩き、PWG では2005年10月にスーパードラゴンとのコンビで PWG タッグ王座を獲得した。2006年4月8日。 アメリカの独立系団体で活動する若手の登竜門とされるイクはスーパー8トーナメントに出場。チャーリー・ハースラ競合を次々と破って優勝し一躍スターダムにのし上がる。2006年5月に PWG タッグオーザを失うものの同年9月3日に PWG で開催されたバトル・オブ・ロサンゼルス2006トーナメントでシーマを破って初優勝。 日本でもその名前が知られるところとなる。2006年6月3日、ジミー・レイブ戦でローに初出場。以後、レギュラーとして、継続参戦を果たした。同年8月5日には待望のケンタス戦が実現し、敗れたものの高い評価を得た。2007年初頭、ロドリック・ストロング率いるユニットのリモーズ・コープスへの加入に伴い、ヒールターン。以後、 主に、ロッキーロメロとのタッグで活躍し、2008年には、ロー世界タッグ王座を獲得した。2007年7月、プロレスリングノアに参戦。ブライアン・ダニエルソンとのコンビで、日テレハイ奪ジュニアヘビー級、タッグリーグ戦に参加した。2008年も、ド・ジュニアヘビー級、タッグリーグ戦にダニエルソンと出場した。2009年には、エディ・エドワーズとアメリカン・ウルブズなる。 タッグチームを結成して、ロー世界タッグ王座をダッシュ。2010年、新日本プロレスベストオブザ・スーパージュニアに参戦し、以降、新日に継続出場していた。2011年10月10日、ロッキー・ロメロとのタッグチーム、ノー・リモーズ・コープスで、アポロ55から、IWGP ジュニアタッグ王座をダッシュ。2012年1月4日、 東京ドーム大会の IWGP ジュニアタッグ戦でアポロ55のリマッチに敗北。同王座から陥落するもリマッチ権を行使。2月12日の大阪大会でアポロ55に勝利し IWGP ジュニアタッグ王座を奪還する。3月10日、名古屋大会プリンスデビットが保持する IWGP ジュニアヘビー級王座に一昨年12月。 昨年11月と通算3度目の挑戦、同じ相手だったが、ブラディサンデーで敗れた。5月、アメリカに帰国中、交通事故に巻き込まれ、負傷、同月3日の福岡大会で予定されていた IWGP ジュニアタッグ戦が中止となり、同王座を返還。また、同月5日と6日に予定されていた試合も欠場、出場予定だった。 ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア19の前線欠場となってしまうこととなった。2014年1月、エディ・エドワーズと共に、ティエネと契約して入団。ジウルブスのタッグ名で活動を開始。ティエネと提携するレッスルマイナス1にも参戦。2017年7月、医師になるための勉強に専念するため GFW を退団。 リチャーズはシエンドールウンクローバーリフトミドルキック、なだれ式、ジャーマンスープレックスインパクト世界タッグ王座、ロー世界ヘビー級王座、ニッシー W タッグ王座ほか、アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。